皆さんこんにちは、ミラ健康です。今日は新型 ES の魅力を開発責任者の青木さんと一緒に皆さんにお送りしたいと思います。 ES の開発責任者の青木でございます。青木さん、 ES という車を歴代こう見てくると、数多くあるレクサス車の中でもすごく品があるなっていうふうに感じてるんですよ。どんな場所とかどんな空間にもすごく溶け込む佇まい。ES が1989年に生誕しまして、それ以降80を超える国で約265万台のお客様に喜ばれております。で、こういった歴史が一つはそういったところを後押している。上質な乗り心地とか静粛性、室内空間の広さというところを上品さとともに提供できたらいいかなと思っております。僕も感じている品ということが、今ワードにも上品という言葉が出てきましたし、あと今上質という言葉も出てきたんですけども、上質という言葉が ES の場合どういう意味に当たるのかなとちょっと聞いてみたいんですけども、その辺いかがですか。いかに心地よく人が過ごせるかというようなことを心がけております。お客様の声を聞いて車に乗ることのためらいが意見として出てきますので、そういったところをぜひ改良したいという思いもございます。やはり車に乗ることが楽しいなって、僕は車が大好きで思う反面、やっぱりその長距離で移動するというふうに考えた時に、何時間乗る、ちょっと疲れるかもしれないなとか、今の時間だとちょっと渋滞するかもしれないなとかね、必ずしも全ての時間が楽しいということではないということですよね。その中で ES はそのためらう時間をどれだけゼロに戻していくか、もしくはそれをプラスにどれだけしていけるかみたいなことを今回はさらに考えたという。そうですね、おっしゃる通りで、いかにお客様に心地よい時間を過ごしていただくかというところも念頭になって考えております。では新型 ES の魅力はまさにそのセダンというこのパッケージの中でどういう時間を過ごせるのか、どういう気持ちの変化みたいなことが起こせるのかということがポイントかなというふうに思うので、引き続きこの後皆さんにES の魅力をねお伝えしていければというふうに思います。はい、今新型 ES に乗ってますが、やはり初めに感じるのは直進安定性の高さですよ。直進安定性ってもともと ES 得意だったんですけど、それかなりこの新型でさらに上がってますね。というのもステアリングに来る手応え感がすごく上がってるんですよ。でなおかつリアのサスペンションがもっとよく動くようになりましたね。タイヤが路面をギュッと捉えてる感覚がすごく強くなったので、その分直進安定性が高くなってるんですけど、楽にねまっすぐを走れるっていう、ここがやっぱりね今回のこの新型 ES の特徴だと思います。ものすごく軽やかになんだけど安定してまっすぐ走れる車だなというふうな印象がすごく強かったんですね。その直進安定性がありながら、カーブが連続するところを行ってハンドル切ってったらすごい軽快に気持ちよく走るなというね、そこのハンドリングの気持ちよさが2つ目にあって、実はカーブを走った時の気持ちよさ、まっすぐからカーブに行ってのステアリング操作、アクセル、ブレーキの連続したことがどれだけつながって気持ちよくできるかみたいなことが結構これ明確に現れてるなっていうふうに思いますよね。もう本当にね想像以上にこうカーブを走る楽しさというか、ハンドルを切る気持ちよさ、これが ES にあったんだっていうね、この新しい ES では発見できますよ。でなおかつやっぱり ES の特徴でありレクサスの DNA であるその乗り心地、静粛性、これがあったなというふうに思ってるんですけども、道が結構荒れてるところ走ってるんですけども、サスペンションがよく動いてるなって分かるんですよ。その目で見えるアンジュレーションとかデコボコ、それに対して中に入ってくる振動とかこの揺れ、これがすごく少ないんですよ。なんかね音をねそれでいて車内に残さないというか、そういううまさが今回はさらに上がったんじゃないかなと思います。心地よい静かさというか、そういうのがありますね。なので
絶対的に音をなくすというよりは嫌な音をできるだけ入れ込まない、なんかそういううまさがこの新型の ES にはすごくよく出てるなと思いますね。どういうふうにお考えになって、あるいはどういうことをしたからということをちょっとお聞きしたいんですけども。まずは基本に戻ってタイヤ性能をいかに引き出すかという入り口から入りまして、で今一度ボディ剛性も見直しまして試行錯誤しながらギアのサスペンブレスというところをちょっと覚えました。でそういって出来上がったボディに対してさっき言ったタイヤの特性をいかに車に引き出すかという点でバネとアブソーバーとあとはハンドルの EPS の特性、これを今一度見直しました。これによって先ほど2番目のハンドリング、そして3つ目の乗り心地と静粛性、これが飛躍的に向上したと思います。いわゆるハンドリング、これが軽快にできると結果的に直進安定性というのは良くなるっていうことなんですかね。その通りで、車を運転する中でハンドルを切る、その時に車がどう動くか、それを車両応答性と言います。でもう一つは路面からの入力に対して車がどういなすか、安定性と言います。安定性と応答性、これを向上させたわけですね。でこの結果、三浦さんが先ほどおしました最初の直進安定性というのが飛躍したというような解釈でいいと思います。ブレーキのタッチのフィーリングがとっても良くなりました。踏んだことに対して車が減速をしようとしてくれるのがちゃんとペダルからね体に伝わってきますし、減速感がすごく伝わってくるんですね。なので安心してブレーキを踏める環境がより高まったっていうのがありますし、運転のしやすさでいうところで言うとめちゃめちゃ大事な進化したポイントかもしれないですね。ブレーキのペダルを踏むわけですけども、その踏んだ時にいかにコントロールしやすく踏めるかというところでパッド形状を見直しました。でパッド形状も人の足を想定して分かりやすい感じやすい踏み方のパッド形状にしたとともに、ブレーキのペダルの構造も見直しまして、よりフィーリングが分かりやすいといったようなブレーキ性能にしております。この ES があったら本当にどこでも、いけちゃうなっていうね。なんかセダンという、車のボディタイプもそうだし、 ES という車のなんか価値がね、僕の想像の何倍も増えてる感じが走った時の印象ですよ。これはね、なんか皆さんにもぜひ知っていただきたいなと思いますね。レクサスの顔の一つだと思うんですよ、 ES という車が。だからブレーキタッチ一つにとってもそれをやってくるということが、やっぱりその先ほど阿久さんがおっしゃったね、カメラをなくしてどうやって笑顔に作るのかなみたいなことにつながってるんだろうなというふうに解釈ができたなというふうに思ってるんですね。でそういう解釈をするとやはり気になるのがそのちょっとデザインとか室内の話、そこにも行きたいなというふうに思っているのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、車を前に改めてなんですけども、品があるということなんですけども、やっぱりそれってデザインのこう細部というよりはやっぱりこのフォルムなのかなというふうに思うんですよね。やっぱり見て分かる通り、もうフォルム、この流れるようなルーフラインからつながってるリアのラゲージまで、設計のハードとデザイナーの思いというのが集結して作っています。座った時にも感じる後席の空間がセダンというタイプなんだけどとっても広いと、そこはやっぱり ES の特徴ですよね。そうですね、割とセダン系ではですね低い前後でございます。このフォルでもディアの居住空間が前も上もしっかり取れてると。なのでやっぱりその、ご自分でね運転される時はその視界の良さにつながるし、後席に誰かを乗せること、そんな時にはやっぱりそれは開放感とか、そうですね、居心地の良さにつながってるってことですよね。はい、モニターディスプレイが新しくなったということなんですけども、お客さんの声を聞いてタッチディスプレイ化をして、でかつ100ミリほど手前に近づけて5度ドライバーの方向に傾けております。人中心の操作方法ができるようなディスプレイに大きく変更しておりますので、では、他のポイントいきましょうか。これフロント周りでございます。今回変えたのがヘッドライト、そしてグリルになります。
ヘッドライトはデイライトのシステムを織り込んでいる L 字マークのところですね、エレガントさを追加しました。なるほど。でフロントのラジエーターグリルは L 字マークをあしらったメッシュ調へ変更して上品さを向上しております。なるほど。あのヘッドライトなんですけども、そのデイライトだけじゃなくて新しい機構が採用されてるんでしたよね。ブレードスキャンという構造を中に織り込んで、アダプティブハイビームシステムと言ってますけども、ハイビームで対向車等々には目をかけずに歩行者いかに人が見やすくするか、こういう点で素晴らしい進化をしておりますね。それ以外にもございますか。例えばデジタル型ミラーございますか、はい、最新のカメラに変更いたしまして、夜間の見やすさ、後続車で LED のライトの車がいますとチカチカというクリッカーと我々言ってますけども、そこもあの修正をしまして、もう全然クリッカーがないような状態になってますよ、ね。なるほど。まあ、今先進というお話だと思うんですけども、そういう機能みたいなのも追加みたいなのってあるんですか。我々も ES に対して LS プラスを搭載しました。で特に特徴的なのはオートクルーズを使って高速を走行している時にコーナーでブレーキングを自動にかけると、自然な減速とタイヤの切れ角に合わせたフィーリングがドライバーは感じれると思うんですね。なのでそういうなんかこのシステム一つをとってもあくまで乗員というか運転手というかそういう方々が中心にいて、それをサポートしていきますという考え方がものすごい強いのかな、はい、ということですよね。はい、はい、その通りです。今日はいろいろ青木さんにお話を伺って、はい、なおかつ僕も車に触れさせていただいたので、はい、ES という車のその上質というものがどういうものかということも理解できました。なぜそこまでそのレクサスの DNA である乗り心地と静粛性、ここまでこうなんていうのピュアにしていくのってなんでなんだろう、その辺はいかがですか。この人中心の考え方っていうことをもとに ES に乗っていただいたときに素の自分に戻ると、そのために上質さとそれから静粛性をとことんレクサスとして突き止めたと。要するにそういうふうな車作りあるいは車の環境があると、お客様にとっては例えば今日の自分を振り返るとか、今日の自分を振り返った上でさらにまあ成長できる、まあ、そんな後押しがこの ES によってできるんではないだろうかっていうことなんでしょうかね。その通りだと思ってます。やっぱり人と車が対話できるようなそんな車作りを目指しております。 ES は ES らしいやり方があるんだなというのが明確に今日理解できたなと思ったんですね。まさにその自分たちのあり方が分かってるからこそ自分たちでそのあり方を鍛えていく、なんか貴族に使える品のいい職人さんのような、なんかそういう車なのかなというふうに思ったんですよね。余計なものを取り除いてシンプルにそのいいものを追求していく、それはこの ES なのかなと。三浦さんが言ってくれたような感覚でお客様もぜひ体験していただければいいかなと思っております。はい、では本日は青木さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。